達志さ、鈴木達志さ、お前何やってんだよ。達志さ、お前不倫したらしいな。去年あのリサと、去年リサと結婚して、で今年そのリサが名古屋のね、ツアーで名古屋行っている間に自宅に呼んで不倫したらしいな。しかもまだ未公開のフリーのオープニングのデモを聞かせるというね。達志さ、お前最低だぞ。ねえ達志さ、魔王学院の不適合者2期決まってるよな。で魔王学院の不適合者主人公をねやってて、でヒロイン2人いるじゃない、サーシャとミーシャ。でその役をやってるのが楠木ともりちゃんと夏吉優子ちゃんよ。達志さん、もう絶対手出すなよ達志さん。特に夏吉優子ちゃんね、大夏吉ちゃん、絶対この姫子ちゃんをやってるね夏吉ちゃんには手を出すなよ。めっちゃ好きなんやから夏吉ちゃんね。来週の日曜よ、8月8日オンライントーク会よ、夏吉ちゃんと。もう夏吉ちゃんと喋んのよ、初めて、画面越しやけど人生初めて夏吉ちゃんと喋るんよ。めっちゃ楽しみ。達志さん、どうしてもやったん本当に。でも気持ちはわかる達志さん、やっぱさ男だしさ、可愛い子には目がないよな。俺もこの概要欄にね、いつもツイッターのアカウント貼ってるんですけど、これ以外にもアカウントあるんよ。正直なんか高校生の頃から使ってる本当趣味用のアカウントも、何でもつぶやくよみたいなアカウントがあって、そこでね声優さんにリプ送ったり、いろんなオタクの方々と絡んだりするんだけれども、そこだと僕はもうね、めっちゃいろんな声優にね好きって言ってる。山根彩ちゃん好きと、高橋理恵さん好きと、夏吉優子ちゃん好きと、渡田美咲さん好きと、雪村恵里さん好き、恵里ち好き、田中由紀さん好き、河野日和さん好き、かわいい、朝日奈まとかちゃん嫁とか、もうすごい言ってる。もう毎日浮気してる、ツイッターのアカウントで。でもお前はダメだ、お前は不倫しちゃダメ、結婚してるから、こっちフリーだからね、ダメな、お前はフリーになっちゃダメ、うん、フリーになっちゃダメな、うん。達志さん、お前どうすんだこれから。達志さん、俺が提案がある。俺と一緒に YouTube チャンネルやらないか。今もう声優さん、もう男女問わずもう YouTube に進出してきてる。で同じ男性声優だと、もう花井夏樹くんなんてもうすごいじゃん、すごい勢いよね、うん、声優界トップ。達志さんもやらないか。で俺のチャンネル登録者数もう300、もうちょっとで400という3桁よ、3桁。そんな弱小 YouTuber のチャンネルに出るってなったら、もう好感度爆上がり、もう弱者に手を差し伸べるという、もう絶対に好感度上がるから、今の好感度は下がってる好感度を絶対に上げれるから。達志さん、俺と一緒にアニメについて語らないか。もう今期すごい面白い、で夏アニメすごい面白いのよ。で、もう達志さんと絶対に語りたいのが彼女も彼女。もうすごい面白い作品なのよ。達志さんも学ぶこともあるし、俺自身も学ぶこともあるし、すごいいい作品。渚ちゃんもサキサキも可愛いし、なんか新しい金髪の子も可愛いし、すごいいい作品、彼女も彼女。達志さん、一緒に語らないか。ぜひ俺にツイッターのアカウントでいいから連絡してくれ。達志さん待ってる。